キンプリヒラノ仕様、アイドル妙の葛藤と王子様路線の変遷、彼の発言が物議を醸す背景とは、親愛なる読者の皆様へお読みいただきありがとうございます。本日は、キングプリンスの一員であるヒラノ仕様に関する興味深い発言と、その背後に隠されたアイドル妙の葛藤についてご紹介いたします。彼の過去と現在、そして未来に迫りつつ、 その葛藤の奥に潜む真相を明らかにしていきましょう。平野仕様のアイドル業葛藤、過去から現在への挑戦。キングプリンスのメンバーである平野仕様は、5月22日にグループを脱退し、ジャニーズ事務所からの退所も表明しました。彼のアイドル業における葛藤は、彼の発言を通じて明らかになりつつあります。平野が注目を集めた発言は、4月19日発売のテレビガイド。 4月28日号のインタビューにて行われました。デビュー当初、彼は王子様としてのイメージで扱われており、このことに対して正直恥ずかしかったし、危機感を感じてました。本人が一番王子様なんて自覚してないのに大丈夫なのかなって笑いと語ったのです。これにより、ファンの間で否定派と擁護派の間で議論が巻き起こりました。シンデレラガールからの王子様路線の成功。 平野はデビュー曲、シンデレラガールが連続ドラマの主題歌として使用され、その王子様風のアイドル路線が評価されました。王子様系グループとして、デビュー後も多くのファンを魅了してきました。しかし、平野自身は王子様のイメージに戸惑いや抵抗感を抱いていたことが、彼の発言から伺えます。葛藤の告白、アイドルとの帰り、以前から、 平夜はアイドルとしての自分と王子様路線との乖離を告白していました。彼はテレビガイド以外でもライドオンタイム、チルダ時が奏でるリアルストーリーなどの番組内でアイドルとしての自身に対する複雑な思いをとろしていました。特にアイドルらしい衣装や言葉に対して抵抗感を示す一幕もありました。また彼はグループを脱退する前にマジックタッチなどの楽曲を通じて 王子様路線からの脱却を試みていました。彼の葛藤は、アイドルとしてのイメージと本来の自分との間にあるギャップによって生じたものと考えられます。ファンの反応と論争の背景、平野の発言に対するファンの反応は賛否両論です。一部の人々は、彼の発言がジャニーズ事務所の創設者であるジャニー北川氏に対する冒涜だと受け取り、不快感を示す一方、 他の人々は彼の発言を謙虚さや本音の表現と受け取り、理解を示しています。また、彼の過去の発言や行動を通じて、彼がアイドルとしての自己評価について矛盾した考えを抱いていたことが示唆されています。この矛盾が彼の葛藤や発言を理解する一助となっています。平野紫耀のアイドル業における葛藤と王子様路線への挑戦は、彼のキャリアの一部として不可欠な要素となっています。 彼の発言を通じて見える葛藤と、ファンの反応と論争が、アイドルとしての素顔と表面的なイメージの間に存在するギャップを浮き彫りにしています。今後、平野紫耀はどのような道を選び、新たな一歩を踏み出すのか、ファンや関心を持つ人々にとって興味深い展開となることでしょう。ご愛読、ありがとうございました。